都知事選挙だけど、あんなに評判が悪い、小池百合、プロレスの、空手チョップ、ごっこで遊んでいたよ。裏金で、統一教会カルトの、萩生田百合子、勝ちそうだ、って言ってるね。そうなんだよ。日本の大衆は、萩生田百合子に投票して、しまうんだ。あんまり、考えていない、ということだろうと、思うよ。8年前なんだけど、小池百合は、自民党をぶっ壊すと言って、何も考えない大衆の人気を得たんだ。小池百合は、自民党の、萩生田の、ケツを、ペロペロ舐めて、いるんだけどね。小池百合って、恥知らずだね。小池百合は、恥知らず、だよ。お父さん、考えないって、それは、昔からなの。日本の大衆は、昔から、考えないの？昔からだよ。30年間の話をすると、小泉純一郎だけど、郵便局を民営化したんだ。国民が押したんだよ。ひどい失敗だったんだ。郵便の民営化の失敗、こういうことも、日本人は反省しないんだよ。まだ、あるよ。安倍晋三というやつは、金融緩和によって、日本経済の不具合を、直せる、と言ったんだよ。それを、異次元の金融緩和とか、言っちゃって、金融政策を、論理的に考えていた、日銀の白川、総裁を、クビにしたんだ。黒田という、変な男を、日銀総裁にしたんだ。安倍晋三の、愚行だよ。安倍の、提灯持ちで、高橋洋一、とか、これまた、変な、男がいたよ。今、日銀というか、日本経済と言うべきだけど、我々は、日銀に584兆円もの、国債を抱えているんだ。もう、ニッチもサッチも、いかないんだ。こんなんだけど、アベノミクスを、あれは良かったと、バカを言っているんだ。お父さん、日本の家庭を破壊しておいて、安倍、総理大臣だったん、ってね。総理大臣やっていたんだ。怪しい宗教で恨みを買って、暗殺されたんだけど、その安倍を、国葬したんだよ。お父さん、安倍、を、許せないね。日本人は、黙って、いられ、ないよね。日本人は、黙っているんだ。お父さん、日本人は、なんで、黙っているの？日本社会の、ありさま、君に、話さなければ、いけないね。